さあ FIFA18 ジャーニー続きやっていきたいと思います。もうめっちゃ楽しくなってきたね今。もう続きが気になってしょうがないので行きたいと思います。出た、やばひげやばすぎだろ。髪型違うよ、もう。いや、アンディ29番にこだわってますから。You have guys in the league that are very important for this league. Jovinko, Dos Santos, Zardes. But now you have Alex Hunter coming in. チャプター3、新たなギャラクシー。どうぞ。誰？アレックス・ハンターね。はい。サインなら後でするよ。出直してくれ。いいのよ。目的は果たしたから。アレックスの様子を見てくれ。おっと。ここで何を話してたんだ。さあもう行って。大丈夫？僕より緊張してる。なあ、うん、行こう。ショータイムだ。来たデビュー、アンディ。Alexander? Thierry. How is it going? Thierry Andy! やばいな、これ。嘘でしょ。ここで何を。I'm here working. いや、特徴的なポートオフね。さすがアンディって感じだよ。Listen, the studio is hosting a party tonight. You should come. Meet some people in town, help you settle in. はい、もちろん行きます。どうも。かっけえ。MLS. Enjoy my time with the Red Bulls. Different game though. Eh? Have fun. 顔ちっちゃいな。もちろん。今夜また。そりゃ驚くよな。なあ、アレックス。うん、俺が言いたかったのは、その。来てくれて嬉しいよ。そのマイケルの代役。この本物の才能を持った選手はプレミアリーグを魅了し、ヨーロッパ屈指の攻撃的選手と呼ばれました。行ってこい。紹介しましょう。頑張るよ。ニューエーギャラクシー期待のニューホーム、アレックス。ああ、そういう、なんだ、なんか、なんか、なんだっけ、会見のやつ。来たー。いや、いきなり？なになになに？いきなり何よ？いい、曲がりすぎ。ハンター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 。
いいシュート、あー惜しい。やーべーな。アレックス、お、来た来た来た。どうも。Glad you came. ありがとうございます。You alright? Need anything? 大丈夫です。ただその見とれちゃって、yeah. すごいですね。まだ18歳だから酒飲めねえからね。It's hard to do it out here. Come on, got some friends I want you to meet. はい。Hey man, welcome to LA. Hey man. さあそれではギャラクシー vs ポートランド。まあ、スタメンですね。行きましょう。あ、カスタマイズしないけど、まあ、ちょっと色変えていきたいと思います。調子の波に今シーズンは悩まされた。克服せねばならない。この試合のことだけを考え戦うんだ。一試合ずつ勝っていく。いいな。それができればプレーオフ進出も叶うだろう。アレックス、この試合はベンチスタートだが、お前が必要になるかもしれん。ベンチなの？インパクトを与えられるよう準備しておけ。了解です。それではチームとしてプレーしていきたいと思います。新しいヘアスタイルで試合をプレーしろってことか。なるほどね。これ面白いな。新しいヘアスタイル変えないとな。 Well, 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 look who it is. How did you out late last night? そんなことない。 You're a good player, but if you keep this up, you've got a problem. こんにちは、実況の西岡明彦です。今日は解説の福西崇史さんとロサンゼルスからお送りします。移籍市場で話題になったアレックス・ハンターに注目ですね。今頃はヨーロッパで白いユニフォームを着ていると思っていました。一応白いユニフォームだけどな。外した。惜しいですね。シュートを狙う。バーに弾かれた。ここでハーフタイム0対0のままです。抜け出した。ボールをクリア。危ないところでした。綺麗なロブパス。至近距離から見事なセーブ。未だに0対0ですよ。信じられないですね。通った。危険なタックル。負傷してしまったようですね。ここで交代とかある？この出番でしょうか。フリーキック？来い来い来い。アレックス、出番だ。よし。監督にアピール 6.0 で、あー、アシストね。いや、すげえ声援。あざっす。お前こっちな。で、俺に蹴らしてくれ、俺に。俺が蹴る。I saw your little showcase. But can you do it when it counts?ね、行くでしょ。てか任してくれんの超優しいじゃん。スプレースプレー。かっこいいなこの襟。ギャラクシー。
うわー、行くか。よっ、マジいや、ナイスパス通る。さあ、スタジアムのテンションが上がります。来た、絶好のチャンス。あー、危ねー。いや、マジで危な、ディエゴ・バレーリー、やーべー、入れられた。差ですからね。選手たちに走り込んだ。おい、このまま試合を終わらせることができるでしょうか。ナイス、選手の交代です。追いつこうとす、なんとしても同点に追いつきたい。来た、同点ゴールなるか。マジで、よし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 、さあ同点になりました。あぶねー、とりあえず引き分けじゃん。危な、負けるとこだった。新戦力アレックスハンターもまだチームに馴染めていないのか。いや、次もヘアスタイル変えて登場するから。早く新しい。いやー、これはちょっとアシストしたかったな。これね、惜しかった。バーだったんだね、普通に。新たに LA ギャラクシーと契約したアレックスハンター選手です。アレックス、勝利は逃したものの勝ち点1は確保しましたね。 MLS でのデビュー戦を終えた今の気持ちを教えてください。いや、もっとやれますよ。まあ、引き分けは残念です。そのチームにもフィットできたし、もっとやれますよ。あとデビューできてよかったし、次は勝ちたいですね。あなたの成功を祈ってます。ねえなんでそんな冷めてんだよ。さあ、能力の方ちょっとあれかな、上げれるっぽいですね。何を上げてこうかな。能力特性、これを解除していけばいいのか。もっとドリブルちょっと上げようか。こんぐらいか。よし、じゃあ最後ね、今回はちょっとカスタマイズして終わりましょう。なんか新しいのが入ったのかな。グレーパターン、あ、白もいいな。白もいいけど、やっぱまあどうしようかな、やっぱ黒かな。こっちは何入ってる。なんかおしゃれ、これおしゃれだ。いや、襟元が気になっちゃう。いや、これにしよう。新しいとこに来たからね。パンツはいっか。あと外見だよな。髪型どうしよう。戻す？いや、刈り落とすか。これでいきましょう。わしどこにあるんだ？左首、わしに変えよう。母親入れとく？マム。いや、わしの方がいいよ。まあ、この辺はいいかな。変えなくても。あ、ユニフォームね。お、めっちゃスパイク来てんじゃん。いや、でもこのスパイク好きなんですよね。確かメッシとかも入ってたよな。いや、スパイクはこのままでいきます。で、これなんですけど、黄色にしようか。うわ、なんかすげえ、なんかヒカルさんが買った、あの、ビトンの、なんかトレーナーだっけ、あれみたいな、なんかデザインというか。はい、ということで今回はここまでになります。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。